こんにちは、ふくらぶりパパです。あ、やろう、ラケットを作ろう、大吉だ。誰にもテーブルってことでね、また1週間、2週間後くらいかな、2週間後くらいにまた、ラケットをね、また作って、またまあ、ふざけたラケットだと思いますけど、またね、試合したいと思います。よろしくお願いします。1週間、経過しました。やめろ、やめろ、カメラ越しの空振りボンバー。1週間経過しました。はい、どんなのですか。看板です、今回は。看板、はい、今回は多分気を使います。これは結構重たい、結構どこだろうね。じゃあ実際に作ったところを見ていきましょう。では行こう。なんで別々の場所に行く。一緒に見るんじゃない、僕がラケットの素材に選んだのはこちら、まな板です。似てるな。じゃあ100均で売ってました、はい、これだけじゃちょっとラケットにほど遠いんで、まあ、なんと今回こちらをねラケットに仕上げていこうかなというふうに考えてます。あ、いいな。ででーん。ただちょっとこれできやったら鳥が刺さるんで、ヤスリで仕上げていきます。完成。疲れた。名前は まだ非公開ってことで決まってるんですけど、名前をお楽しみに。いや、なんかその結構ちゃんとやってるやんか。俺は申し訳なく感じる。マジ損害だ。それ結構僕これ手でしないか。で、まあ見てくれたら分かる。結構筋肉が、結構筋肉がついてきた。なんかね、ちょっと僕思ったんですけど、なんか前回ラケット交換でなんか僕圧倒的に多分僕の方が弱そうなのになんか勝っちゃったんですけど、なんか思ったんですけど、僕多分三原には多分たとえ僕のラケットが多分爪楊枝でもね多分負けないと思うんですよね。だからなんかもう何でもほんまにもう何でもなんかいいなと思って、だからちょっとね、僕の手から出たものでやろうと思います。フライパンですね。フライパンでここら辺にちょっとなんかラバーを貼れるように、やってその挑みたいと思います。なんか重ければやっぱ重いほど速い球はねいくと思います。でね、これをねちょっといいこと考えました。これいい、なんかね逆になんかよくされてる方も多いと思うんですけど、フライパンで卓球されてる方も多いと思うんで、多分こっち側に逆に何も払う方がなんかあいつ嫌がるな、多分な。なんかこっちは何も払んときますね。でこっちに紙をこう貼って、そこにラバーを貼っていこうと思うんですけど、あのテープがありませんでした。とりあえず入れてくれ。これ鍋で作った名前はですね、まあ鍋でもできるもんでいきます。まあこれでも勝てるでしょ、さすがにね、さすがの僕ですから。面白い。手抜いてるって感じ。編集どうにかしてる。オッケー。
一人でできるもんでしょ。醤油一人で知らない。あ、知らん。ワクワクさんしか知らないですよ。ワクワクさんしか知らないですよ。高橋する時にやったらグリップだけ残って下にポン。あ、俺ミスターラバーの方にしか買ってる。もうそういう概念じゃない。跳ねるから。絶対止まんすよ、これ。じゃあ、だからスマイルストップってことや。1、2、正式に売り出します。